循環させていただきます。トン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 、チキ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 チ、まあ落ち着けよ、お前。なんか俺の足をずっと舐めてるな。まだ台風来てんな。今回の台風10号に関しては、そんなに影響なさそうですね。沖縄にはね。なんか日本列島はちょっとなんかやばそうな感じでやってる。別に疲れたことしてないんですけどね。疲れたじゃない、腹が減った。キララがね、トイレしないんです。おしっこはしてるんですけどね。で、昨日ぐらいからちょこちょこおしっこは行ってるんですけど、まあ、おしっこは出るけど、うんこを出さないんですよね。で、トイレに行って何もせずに出てくることがあって、今巻いた。この前、そうですね、5分前ぐらいに1回トイレ入って何もせずに出てきたんですよ。心配でしょ、なんかね。いつもと違う感じだと。ただ砂をかき混ぜてるだけかもしれない。でも早いね。砂をかき混ぜるタイミングがなんか早いような気がする。瓶で飲むとすごいなんかなくなるのが早く感じるんですよね。355だからこれ缶と変わんないわけじゃないですか。こんだけ砂かき混ぜて何もして。
今までに何もせずに出てくるっていうことは、そういうことがほとんどなかったから、やっぱちょっと心配ですよね、いつもと違う。いや、飯は食うし、水も飲むし。明日は午前中役所行って、その後、畑行ってかな。で、苗作り、またトイレ入るかもしれない。今一回最初トイレに入って出てきて、なんか水飲んだのか飯食ったのわかんない。またトイレ入った。でもこれ2回入ったでしょ。今これで2回トイレ連続で入って、出てなかったらね。今動きが止まってる。出てなかったらちょっと心配ですよ。俺の記憶では昨日からやってないんですよね、この子。これのせいかな。トイレに入って。トイレじゃないと。めっちゃ元気なんですよ。今トイレに行ったけど、出したいけど出なかったんですよ、おそらく。昨日から同じことが続いてる。チュルチュルをやってないからか。チュルチュルやってみるかな。俺がチュルチュルっつったらビビが出てきた。ビビちゃん。キラルちゃん。エリザベスからのせいではないと思うけどな。苗作りっすね。苗作りして、苗作りっていうのもほら初めてやるからね。苗作りして、今、鉢がいくつなんだっけ？セルトレイっていうらしいんですよ。セルトレイが、多分16個が4段だったと思うんですよ。多分16個ぐらい。16個だっけ？もっとあったかも。それが4段で。やっぱり今回さ、畑、
まあ、まだやってないけども、台風の影響っていうのは、ああいう農作業にはもうすごい敵だなっていうのも改めて感じたね。で、しかもさ、まあ台風だからまあ場所なんかまあどこでも一緒だと思うけど、猛烈な風をなんとか止める方法ないのかなとか思ったりはしてたんですけど、結局さ、毎年毎年台風が来て、なんかほら、よく農作業にこうね、こう災害がたくさんのね、被害が起きましたって毎回言うじゃん。台風とか大雨とかで。ということは、それなりのことはおそらくやってるんだけども、被害受けてんのかなっても思うのがもう一つと、なんていうの、台風が来る時期に、なんである意味休まないのかなっていうのも一つですね、謎だなっていうのは思うね。だからさっき、ニュース見てたんですね。ニュース見せたら、なんか、リンゴ畑みたいなところの農家の人が、なんかこうインタビュー受けててね。で、いやー、この時期は台風来ると本当にもう一番の敵で、もうダメですよ、みたいなことを言ってるのを聞いてて思ったのが、なんかそれって、やらなきゃいいんじゃないの？とかもちょっと思ったんです。その時期やらなきゃいけないとか、そういう方法はないのかな。まあ、木になるからね、実がね。その実がその時期になるから、どうしようもないのかなとか思ったけど、なんか方法ってないのかな。まあね、まあ、今までずっとやってるからないのかもしれないけども、なんかそうさ、例えばこう、一つ一つの木を囲んだりとか、まあ、極端に言うと、なんかそういう、なんかこう、要は風が天敵なわけでしょう。物を飛ばすわけじゃない。風止めりゃいい話じゃないのかなっていう単純な俺の考えなんですけど、それじゃダメなのかな。多分できないから毎年起きるんでしょうね、おそらく。だって風が来るから風を全部止める。例えばビニールハウスみたいな。ビニールハウスは飛んでしまうじゃん。飛ばないものを作ればいいんじゃないのかなっていう気もちょっとしたんですね。だから俺が今考えてるのは、なんだ。結局、防風林でなんとか、正面から来るか、まあ、正面っていうか、このほぼ180度ですね。こっちから来るか、左は森の山なんで、あっちから来るってことは、もうないとは思うんですよ。こう来て、こういう風がね、山を越えて山に沿ってって、まあ、来なさそうだしね、わかんないけど。なんか、そこをこう、だから俺が考えてんのはあそこを、雑草をもう一度生やして雑草生えてくる雑草とか、もともとあった雑草を俺が買ったんですよ。ただまあ雑草って言ってもたかが知れてる高さなんでね。なんかまあ、でもたかが知れてるんだけども、風が多少こう、なんていうの、ヒットして分散するんじゃないですか。だから、あった方が良かったなって思い出したんですよ。だからまあ、あそこはまあ、ぐいぐいまた伸びてくるんで、まあ置いといたって、あそこの雑草を全部切ることによって、スーッと登ってくるイメージがあるよね。まあ今回大丈夫でしたけど、まあそれもなんとかしないとね、考えないとね、風ですよね、要はね。だ目の前に、その海の目の前にコンテナがあるっていうのもある意味ちょっとラッキーだったかもしれない。あのコンテナなかったらもうまともに行くんじゃない、風ね。だまあある意味暴風林ですよね、あれね。
瓶で飲むとうまく感じるんですよね。なんでわかんない。あいつら絶対こうテクテクテクとこれが見てない時に歩いてるな。足跡がいっぱいある。寝てる時か。さあ今から私は飯も食わなきゃいけないけど、パソコンさ、キムさん、楽しい一日、安全な一日、1分1秒大切に、残り限られた人生を地球のために使ってください。